国家賠償請求権、刑事保障請求権。はい、どうも、ミニ池先生です。さあ、今回は請求権を見ていきたいと思います。国に対して請求する権利ということですよ。ではスタートです。請求権は国家への積極的な請求をすること、または補充的参政権的な役割もありますんで注意しておいてください。請求権は大きく請願権、国家賠償請求権、裁判を受ける権利、刑事保障請求権に分かれます。今回はこれ全部見ていきたいと思いますね。早速条文第16条、請願権。権利の請願が有名やんか。先制君主の絶対的支配に対して自分たちの権利を確保するためにお願いしたよな。すなわち重要な国民の意思表明手段だと言えるわけですね。もちろん日本でも国会への請願お願いというのができるんですよ。要望とか苦情とかね、議員の紹介によって請願書を書く議員の議長宛に提出ができるんですが、これが請願書ってやつです。ただね、この数見てもらったら分かる通り、3017も集まってるのに審査未了が2700と、参議院も同じような感じやんか。だから多くの署名集めて紹介議員募って労力費やして国会に提出しても、ほとんどが審査未了っていうのが現状ですよね。ただこうやって請願をすることで国会議員に考えをアピールする。よって請願権は補充的参政権って言われたりするんですよ。ここがポイント。第17条、国及び公共団体の賠償責任。何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより国または公共団体にその賠償を求めることができるとあります。今回のポイントはここなんです。公権力の不当な行使、公務員の違法な行為に対して国家に賠償を求める権利、これが国家賠償請求権ってやつになります。大日本帝国憲法の時にはなかった権利で、国に賠償を求めることができるんですよね。と言われても少し分かりにくいので、具体的な訴訟を見ていきましょう。郵便法損害賠償制限規定違憲判決。内容、不動産業を営む原告が債務者、これ借金をしてる人って意味ね、この人の預金口座を差し押さえるために裁判所により発行された債権差し押さえ命令を銀行へ特別送達により郵送したが、郵便局員が段取りを間違えて銀行の支所箱に送達した。これどこに送達したかって言ったらね、本来扱う場所じゃないところに送達されたってことね。これによって伝達が遅れ、差し押さえに失敗した。伝達が遅れたことによってね、債務者は787万円の預金を全部引き下ろしとったそうです。そのため原告は郵便業を営む国に国家賠償を請求したという話です。当時は郵便業は国が営んでるものでした。郵政民営化されるまではそうだったということで、国家賠償請求権なんですよ。争点、郵便法第68条と第73条で国の賠償責任を紛失や毀損に限定していると。今回の場合は送り先を間違えたって感じですよね。なので郵便法には該当しない。いやいや、それおかしいやろ。憲法17条国家賠償請求権に反するか。一審二審ともに請求を棄却されたけど、最高裁判決2002年、国の責任を免除制限する郵便法は憲法に違反し無効だ。破棄差し戻し判決が出されました。差し戻し審の時に日本政府から訴訟を受け継いだ日本郵政公社と原告との間で和解が成立しています。続いて多摩川水害訴訟。内容、1974年豪雨で多摩川が増水し、東京都狛江市猪方地区の改修済み堤防を壊し、家屋19棟が流された。被災住民ら34人は国家賠償法に基づいて国を相手取り、河川管理に落ち度があったとして約4億円の損害賠償を求めて提訴した。国を相手取った国家賠償請求ですね。一審は住民側勝訴、二審は逆転敗訴。最高裁、二審破棄差し戻し判決。水害の危険を事前に予測し回避することは可能だったとして国に河川管理の落ち度を認めました。差し戻し控訴審の判決では総額3億1000万円の国家賠償が命じられました。続いて請求権のうちの一つ、第32条裁判を受ける権利。何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。ただね、問題があって裁判に時間がかかりすぎるとか、費用が高すぎるとかね、放送人口が少なすぎるなどの問題があって、最近は司法制度改革が行われています。これはまた司法分野で見ておきたいと思いますね。続いて第40条刑事保障請求権。何人も抑留または拘禁された後無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより国にその保障を求めることができる。こちら漫画見ておきましょうか。右のコマから、疑わしきは罰せず。白鳥事件で75年に再審の道が開かれて以来、多くの再審請求が認められた。免田事件では無罪とありますよね。適切な刑事手続きが進められたとしても無罪だった場合は保証を請求できるんですよ。主な再審事件の一覧表ですね。特に黄色で色塗られてるところを見ていきたいと思います。免田事件、内容、
1949年1月13日夕方、人吉署警察官5名は当時免田さんが住んでいた民家を訪れ、免田さんを強盗殺人等容疑で拘束。深夜、厳しい寒さの中を約2時間も山道を歩かされた後、自動車で署に連行。免田さんはこの期間に自白を迫られ、17日にはほぼ全面的に自分の犯行だったと自白するに至る。免田さんに加えられた最大の苦痛は睡眠を奪われたことだった。13日夕方から16日午後11時までの取り調べ終了まで約3日間のうち、免田さんは14日に気丈に伏して仮眠を取らされただけだった。警察はその間、正座、腕立て伏せを強要しただけではなく、小突く、殴る等の暴行を加えて自白を迫った。免田さんは逮捕直後から事件当夜の29日のアリバイを主張したが、警察はこれを認めず無視し、16歳の女性に免田さんが泊まったのは30日であると誘導し、虚偽の供述をさせた。第一審判決はアリバイを立証する物証や証言には全く触れずに有罪を認定し、死刑を宣告。控訴審も上告審もアリバイの成立を否定し、自白を信用できるとして第一審判決を支持して、免田さんの死刑が確定した。それでもやってないということで再審請求が行われました。2度の申し立てが棄却されたんだけど、第3次請求でやっと開始ってなったんです。ただね、開始されたけど抗告審というもので取り消されます。そして日弁連、日本弁護士連合ですね、この支援を受けて第6次再審請求、6回もやってねで、6回も請求してやっと立証を補充し、無実を明確にし、死刑囚として初の1979年9月再審開始決定を得るんです。しかしね、再審が開始されたのは約1年後です。そして1983年7月に無罪判決が確定しました。逮捕から34年経っています。これに対して第40条の刑事保障請求権を適用させたら、拘束期間12599日で約1日あたり7000円の保障と考えた場合、刑事保障は9071万2800円になったということですね。免田事件は死刑判決から無罪に再審請求によってなったっていうところが注目ですよ。34年ですよ。お金で解決できる問題ではないんですが、このような形で刑事保障がなされています。続いて埼田川事件。内容、1950年香川県埼田村で闇込みブローカーが刺殺され現金が奪われた事件。谷口重義さんが強盗殺人罪で死刑判決を受けたが、度重なる再審請求をした結果無罪が確定した事件です。こちらの方は拘束期間が14,420日、刑事保障額は7,496万6,400円になります。続いて松山事件。内容、1955年宮城県松山町で一家4人が惨殺され家に放火された事件。斉藤由紀夫さんが逮捕起訴され死刑が確定したが、再審により無罪判決となった。拘束期間は14,400日、刑事保障額は7,516万8,000円となります。続いて島田事件。内容、1954年静岡県島田市で起こった6歳の幼女が連れ去られ殺害された事件。赤堀正夫さんが逮捕起訴され死刑が確定したが、再審の結果無罪となった。拘束期間は12,688日で、刑事保障額は1,179,790,200円です。そして最近では足利事件。2010年。内容、1990年栃木県足利市で4歳の女児が行方不明になり、翌日遺体で発見された DNA 鑑定を証拠として菅谷俊和さんが逮捕された。2009年に DNA 鑑定の不一致が判明し、無実だったことが明らかになった。服役中だった菅谷さんは直ちに釈放され、その後再審で無罪が確定しました。同じように東電 OL 社員殺害事件でも冤罪でね、 DNA 鑑定が間違っていたというのがあります。少し前のね、 DNA 鑑定というのはすごい不明瞭な形で行われていたと言われているんで、こういった冤罪事件が足利事件と東電 OL 社員殺害事件で起きています。菅谷俊和さんが無罪になった時、栃木県警の本部長がね、直接謝罪に訪れた、その様子がテレビで流れたというのは非常に印象に残っています。菅谷俊和さんは後にこのような冤罪がないようにということで全国で講演をしています。さあ、今回の注意点は国家賠償請求権と刑事保障請求権の区別が一番大事になります。国家賠償請求権は公務員がわけわからんことして損害を被った場合、国家に賠償を求める権利な。刑事保障請求権は無罪が確定した場合、国に金銭の形で保障を求める権利や。全然ちゃうから、しっかり区別して押さえておいてください。国家賠償請求権と刑事保障請求権はしっかり区別して押さえておきましょう。今日はここまで。